フォッカー100アライアンス航空のフォッカー100フォッカー100とは、オランダの航空機メーカーであったフォッカーが開発した小型総発ジェット旅客機である。この旅客機はリージョナルジェットとして開発された。前身の回28の多くを引き継いだ機体の優れた操作性と安価な運航コストが営業上のセールスポイントであり、1980年代後半にはベストセラーとなった。 座席数は名称と同様に100席。このクラスにはライバルメーカーも盛んに参入しており、他社のボーイング737やエアバス A320、エアバス A319 とは激しい競合関係にあった。エアバス A318 が登場した頃には、フォッカーの経営不振は深刻であり、同社が倒産した1997年をもって生産が終了した。 総生産機体数283機であった。かつては大韓航空や中国東方航空なども保有しており、日本の地方路線に投入していたことがある。なお、エアー日本塗装のフォッカー100というものが運用されなかったが存在した。フォッカーが開発した総発ジェット旅客機のフォッカー界28は受注を集めたが、1980年代になると、 性能が陳腐化してきた。そこで1983年に開発が発表されたのがフォッカー100であった。フォッカー界28の発展型であり、胴体後尾にエンジンを装備し、T 字尾翼も踏襲している。フォッカー界28マーク4000より胴体を5.74メートルストレッチしており、主翼も1.5メートル延長されている。客席数は 標準107隻とカイ28シリーズの65隻からほぼ2倍になった。また、操縦系統も最新電子機器に更新され、エンジンもロールスロイスのテーマーク620になり、経済性が30%向上した。試作機は2機製作され、そのうちの1機の PH-MKH が初飛行に、成功したのは1986年11月30日であった。 もう一機の PHMKC も1987年2月25日に初飛行した。形式証明は1987年11月に取得した。翌1988年からはスイス航空に就航している。なお、1988年からはエンジンが工場型のテイマーク650を装備するようになっている。 1993年から1997年にかけて胴体を4.70メートルを短縮したフォッカー70が製造された。他にも130隻級のフォッカー130と貨物専用型のフォッカー109シートが提案されたが実際には製作されなかった。ただしフォッカー 100EJ については中古のフォッカー100から改造により2003年に誕生した。 オランダで着陸に失敗したポッカー100ありがとうございます。